はい、えー、令和4年論文本試験経営学の公表の方を始めていきたいと思います担当アレクセン任講師二俣です、えー、どうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でしたまあ今回のこの令和4年度の試験について簡単に振り返っていきたいと思いますまずまあ全体の難易度なんですけれどもまあ連年とそんなに経営学についてはね大きく変わるところはないのかなとは思うんですがあのまあ構成はねちょっと変わってはいまして 例年どちらかというとファイナンスの方が得点がねあの比較的しやすいといいますか、まあ、経営管理の方がまあ得点的にはちょっと厳しいものになってくることが多いのかなと思うんですけども、まあ、今回の試験に関しては経営管理の方がね、まあ、得点をしやすい内容となっているのかなとは思います、まあ、経営管理で具体的にはね6割ぐらいですね、まあ、得点確保することができていれば、まあ、合格ラインに十分乗っかってくるのかなと。 一方の計算分野に関しましては、まあ、あの得点としては5割ぐらいっていうのが一つの目安になってくるかなとは思いますんで、まあ、全体見たときにまあ55点前後っていうところがまあ合格ボーダーになってくると考えてもらっていいのかなとは思います、はい、ですのでまあ全体的な難易度としてはねさほどまあ例年と変わりはないというところで、まあ、計画についてはね、あのー、そこまでは大きな変更点っていうのはないのかなというふうに思うんですけどもただ、まああのー、今回の試験についてはね わりとまあ去年とか一昨年についてはねこれちょっと初見じゃなかなか解けないなっていうところがね、まあ、多かったように思うんですけれども、まあ、今回の試験に関して言うとわりと答え見たらなんだそんなことかっていうね、まあ、そういうレベルのことが多かったのかなというふうには思いますんで。 あの意外とね皆さんその解説とかを見られてみてねあこれ解けたなとかっていうふうにねあの思われた方もいらっしゃるんじゃないのかなというふうに思うんですけど、まあ、これはね、まあ、計画に限ったことではないんですけどあの答えとか解説を見てね後から見たらこの問題解けたよねっていうふうにまあ思えるようなものそれが全部正解できればもう余裕で科目合格レベルを超えてくるわけですよ。もう合格ラインどころではなくてねもうそのはるか上のね点数を確保することができるはずなんでね 受験生のそういった大多数といいますかあの合格者が平均的に解いてくるようなレベルのものを全部正解することができれば、まあ、それっていうのはもうね2桁合格とかあるいは1桁合格とかそんなレベルになってきますからね。 ですので、それはね、答え見た後はね、あの、簡単に思えるのは自然なことではありますんでね、後から見返すと、あの、結構出来がね、やばいなとかっていう風に感じる方もいらっしゃるのかなとは思うんですけれども、あの、想定以上にね、皆さん初見で、あの、本試験の緊張感の中では点数は取れていないというところがありますんでね、はい。そこはね、あの、もっと割り引いて考えてあげてもいいのかなと思います。 まあどうしてもね受験生の皆さん本試験にあたってねすごいこれまでね、まあ、いろんなものを犠牲にしながら勉強されてきたかと思いますんでね、あのー、どうしてもその自分に対する要求水準とかも高くなってしまいがちなんですけれども、まあ、実際にはねそこまでの要求水準っていうのが本試験の合格っていうところをね、あのー、考えた時には求められてはいませんのでね、まあ、その点については少しね、あのー、ご安心してもらってもいいのかなとは思います。はいまあ、とはいえね、あのー、もう時期的にね もう終わってしまってるタイミングなので、まあ、特に論文の試験っていうのは担当とは違ってねなかなか自分で取った点数っていうところの見通しも立ちづ,い立ちづらいところになりますからね、まああまり過度にね心配したところでもうあのこのタイミングで考えたところであまり意味はないのかなとは思いますからあとはもうね過方は寝て待ってじゃないんですけども、まあ、静かに合格発表を待ってねそこからまあ具体的なアクションっていうのを起こしていけばいいのかなと思いますんでね。 まあ、とりあえず今はね、まあ、どっちに転んでもいいように、まあ、英気を養っておくっていうのがこの時期としては重要なのかなというふうには思います。はいまあ、とりあえずねあの今回の本試験、まあ、中身確認をしていこうかなと思うんですけども、まあ、第1問の経営管理分野ですね、まあ、一部ねちょっと事前には学習していなかったことも一部あるのかなとは思うんですけども。 まあとはいえ、全体としてはね、例年よりは、そういった事前にこれ見てないよねっていうものがほとんどまあないといいますかね、少ない内容だったのかなというふうには思いますんで、比較的典型度が高いものから出されてるなという印象を受けます。まあ、第一問の問題1ですね、問いの1、これがまあいきなりね、まあちょっと見覚えがないなというふうにまあ感じた受験生が大半だと思うんですけれども、まあただこれはね、まあ現場で考えれば、 わからないことはないのかなというふうには思うんですが、まあ、最悪間違えててもね問題はないとは思うんですけど河川晩に関連してリーダーシップとはある共通の課題の達成に関して他者の援助と支持を得ることを可能にする社会的影響過程と定義されると、まあ、非常に難しい表現が使われていますけど、まあ、こういった定義を踏まえると 社会的影響過程のパターンを次の図表のように社会的影響を与える側と影響を受ける側の2軸でそれぞれ個人と集団に分けて整理した時リーダーシップはどこに位置づけられるかっていうのが問われているわけですけど、まあ、当然リーダーっていうのはねこの社会的影響を与える個人ということになりますと。そしてどこに対して影響を与えるかっていうところで集団に対して影響を与えることになるわけですから、まあ、ここのね、まあ、リーダーシップの定義っていうところをしっかりと読み解いてね リーダーシップっていうのが、まあ、この4つのセルのうちどこに分類されるのか、まあ、ここはもうね現場対応で考えるしかない問題なのかなと思います事前にこれ知ってたよとかね見たことあるよって受験生はまずいないと思いますからね、まあ、その場で考えてリーダーシップのこの定義をね、まあ、自分なりに解釈を行った上で、まあ、回答を進めていくとまあ自信を持ってね正解できる受験生はいないとは思うんですけれどもただ今のようなね解釈に基づいて まあこの4つのセルのうちから1つをね選んで頂ければよかったと。ということでまあやはりねこれも今のようにね解説を聞いたり答えを見たらまあ確かにそうだよねっていうふうにねあのこれ以外考えられないよねっていうふうに当然思っちゃうんですけれどもなかなか受験生心理としてね問いの一番からこういうものが出てくるとまああのこの先のね不安要素っていうのは拭えないのかなというふうには思いますんでね。 結構出鼻をくじかれるじゃないんですけどね、まあ、いきなりちょっと見覚えがないような形式でよくわからないことが問われてるなっていうようなそういったね印象を持たれた方が多かったんじゃないのかなとは思います。はい、で次の問いの2クー、まあ、ラインに当てはまる最も適切な語句を15字程度で答えなさいってことで。 まあ、リーダーシップっていうのはいろんな研究アプローチがあるわけですけども、まあ、その良きリーダーの資質に着目する資質アプローチって呼ばれるものや良きリーダーがどういう行動をとっているのか、まあ、そのリーダーの行動に着目するっていうねそういうアプローチだったりあとまあコンティンジェンシーア,アプローチ、まあ、良きリーダーシップっていうのは、まあ、状況に応じて変わってきますよと、まあ、状況変数として何を規定するかによってね良きリーダーシップっていうのは変わってきますよっていうそういう研究アプローチがあるわけですけれども。 まあ今回はこの資質アプローチから行動アプローチへの切り替えについてね問われていてまあ資質アプローチっていうのはもう現代においてはね基本的には下火になっている研究アプローチになっていてまあこれは何で下火になっているかっていうと結局再現性がなないからなんですよねこれを研究したところであまり何かね生かすことができるかっていうと難しいと。 その後天的にそういった資質っていうのを身につけることがねできる部分もあるかもしれませんけど先天的な部分っていうのは結局どうしようもないわけですからねその点リーダーの行動に着目すればね誰でも良い行動というのがどういうものなのか良い行いっていうのは何なのかっていうのをそれを真似ることっていうのはできるんでね再現性があるのはこういった行動アプローチなんですよ、まあ、そういったことをね、あのー、分かっていればクーランイについてはね 模範解答に近いようなものが何かしら書けるのかなと思います。ま後、あ、天的に誰しも良きリーダーになりうるというところがね。一応、模範解答としては示しています。はい。まあ、行動に着目すればね。誰しもが良き、リーダーとしてね。振る舞うことができます。よっていうそんな話ですね。で、次の問いの3番まあ、こちらも典型的な話になりますね。 まあわざわざね選択肢が用意されているのが親切設計だなというふうには思いましたけれども、まあ、選択肢がない状態での穴埋めが問われたとしてもねこれは正解しなければいけないところだったのかなと思います、まあ、リーダーシップに関する研究ですねあの様々な行動アプローチに基づくね研究っていうのが成果としてはあるわけですけどもあのそれらに共通することとしてこういった仕事と、まあ、人間というね二つの次元においてね良きリーダーっていうのがどういう行動をとるのか それについて考察をしているわけですけどもこのオハイオ州立大学の「オハイオ研究」と呼ばれるものですねリーダーの行動は仕事に関するものと人間関係に関する行動それぞれ何ていうふうにね呼んでいたかっていうとこれは構造創始とか構造作りっていうような表現これ仕事に関するリーダーの行動あと人間関係についてはこれ配慮というふうな表現でリーダーの行動っていうのを定義していると。 また三隅十字三隅十字さんの研究として、まあ、この前者を P 機能、まあ、後者を M 機能ですね、まあ、P と M とまあこの辺ねあの確実に正解したいところです、まあ、最悪ね問いの1番と問いの2番っていうのが間違えていたとしてもこの問いの3っていうのは絶対死守しないといけない内容ですね。ここはもうね本当にくどいんですけども。 穴埋め問題でねその選択肢が与えられていなかったとしても答えなきゃいけないところなんでねましてや選択肢が与えられているわけですからこれも合格者の大半が正解してくるところかなとは思います。はい、で次の問いの4番、まあ、こちら、まあ、管理者に求められるスキルというところでね、まあ、テクニカルスキルヒューマンスキルコンセプチュアルスキルっていうね、まあ、この3つのスキルに分類することができるわけですけども。 まあ管理階層に応じてねまあこの求められるスキルのねまあ割合といいますか比重っていうのが変わってくるとトップマネジメント層になってくるとね基本的にはこのコンセプチュアルスキルっていうのが最も要求されるまあ戦略を策定するような能力ですね企業のそういった長期的なねまあビジョンっていうところを描き出すようなまあそういう能力っていうところがコンセプチュアルスキルになってくるわけですけどもまあこれはねなかなかあの 事前に学習されていいいた方もいないところなのかなと思うので、まあこのでこスキル3つあるっていうのはねあの試験対策の講義などでも触れているところなんでねご存知かとは思うんですけれども、まあ、このスキルの割合ですねロアーとミドルとトップに分けて、まあ、それぞれどの程度の比重になってくるのかっていうのを作図するような問題っていうのはね、まあ、解いたことはないと思いますから、まあ、これはもう初見ではできなくても全く問題はないですよ。 でききててていいいいいる方は大ななアドバンテージににっったととううふうに、ね、考えてもらか思まあ一応問題文にヒントはあるんでね、あのー、その問題文っていうところをよく読んだ上でね、まあ、こういうような回答に落とし込むことができた方も一定数いるのかなっていうふうには思うんですけどもまあそれはできていればね本当に科目合格レベルになってくるかとは思いますんでねできなくてもそんなに大きな問題はないと思ってください。で次の問いの5番問いの5番ですね。 まあここからはドメインの話になってくるわけですけれどももうドメインの話っていうのはねあの昨年度もそうだったんですけれどもあの一つの山だったんでねもう講義の中でもまあこれは今年の山ですよってことをね割と口酸っぱくして言ってきたところではありますからまあ事前に対策できていた方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけどまあこのエーベルのドメイン定義まあこれなんか絶対正解しなければいけないところですね。ドメインを設定するときに 何を考えなければいけないのかっていうと、まあ、この顧客層まずはターゲットですね。まあ、誰を対象として、まあ、どういうものを提供していくのかあるいはどのように提供していくのかをね考えるのがドメインの定義になってくるんでまずは顧客層で次に何を提供するのか顧客機能というふうに表現されますけど何を提供するのか顧客が潜在的あるいは顕在的に抱えているどういう問題に対してね企業としてそれを解決するためのね、まあ、提案を行っていくのか。 この顧客機能とといいうところを、ね、考えていく必要性があるで最後に技術具体的にその問題をどのように解消していくのかというところですねまあ英語で考えれば分かりやすいと思いますけど顧客層っていうのは「風」で顧客機能は「ファット」技術っていうのは「ハウ」ということになりますので「Who、ファット」「ハウ」この3つを考えましょうと言ってるんです誰を対象に何をどのような形で提供していくのかこれを考えることがドメイン定義なんだと言ってるんですね、まあ、これがエーベルのドメイン定義ですよ で、今回の問題ですと、この、我が社の事業はフィンテックによって世界中の人々の生活の質を向上させることであるっていうことで、世界中の人々っていうのがまさに顧客層ですね。で顧客機能としては、この生活の質の向上ですね。生活の質を向上させる。で、技術としては、これフィンテックっていうところがね、明記されているんでね。まあ、この3つ。 顧顧客層顧客機能、技術、まあ、この短い文章からですねそれぞれこの文章のうち、まあ、どれがどこにね該当するのかっていうところをね、まあ、しっかりと判断できたかというところが、まあ、ポイントになるわけですけどもまあ問いの5はなんとか正解してほしいところではありますよはいで次の問いの6もね、まあ、これドメインコンセンサスの話になりますからこれをもう知ってる受験生がほとんどだと思いますんでね正解しないといけない で問いの7番についてもね、まあ、これ講義の中で申し上げていたかと思うんですけど、まあ、このドメイン定義の重要性ですね、まあ、これをまあ唱える時にあのよくある例えとしましてね例えて言いますがよくある事例としまして、まあ、こういったアメリカの鉄道会社ですね、まあ、アメリカの鉄道会社っていうのが自動車の普及とともに業績を落としたというね事実があるわけですけれども。 まあ当時アメリカの鉄道会社っていうのは鉄道業っていうふうに自社の事業っていうところを物理的に定義をしていたとそのためねそういうモータリゼーション、まあ、そういった車のね普及っていうところに対応することができなくなったとこれドメインの定義っていうのを例えば輸送業とかっていうふうに定義をしていれば機能的に定義をしていれば、まあ、うまくね鉄道会社っていうところも事業領域を広げてそういった 社会的な環境の変化に対して柔軟に対応できたかもしれないというね、まあ、そんな話っていうのがドメイン定義の重要性っていうところをね歌うときによく取り上げられるわけです、まあ、これは具体的な話をね講義の中でも申し上げていたかと思いますんでああのー、まあ講義を聞いてなんかメモとか取っていただいた方であればねあの正解することができたのかなというふうに思いますはいよろしいでしょうかですんでまあ今回の 1> 第問問題1だと問35問いの3と問いの5と問いの6と問いの7ですね、まあ、この4つっていうのが、まあ、やっぱりできてほしいかなっていうところですねあとはまあ最悪できていなくても問題はないかなというところです、はい、で次のところ第1問問題2の方を見ていきたいと思いますけど第1問問題2 まあこちら問いの一番これまあ戦略論に関する話になりますけど、まあ、リソースベースとビューに関するお話ということになりますが、まあ、競争優位の源泉っていうのがまあどこから生まれるのかポジショニングアプローチって呼ばれるまあ考え方と、まあ、リソースベースとビューと呼ばれるね考え方っていうのがあったわけですけど、まあ、その他者に競争で負けないようにするためにはねどうすればいいのかっていうのを考える時に、まあ、その良き経営資源 まあその優秀な経営資源いい経営資源っていうところをたくさん持っている、まあ、これがとにかくねあの競争優位競争優位性を確立する上で重要であるって考えていくのがリソーーーススベビューです、ね、まあ経営資源の有無によってね、まあ、競争の優劣が決まってくるっていう,うに考えるわけですよ。ポジショニングアプローチっていうのはねいかにねその他者とそのバッティングしないように差別化をするのかっていうのがポジショニングアプローチですよ。 もう真正面からね価格競争っていうのを行っていくと、まあ、当然ねあのしのぎの削り合いになってしまいますんでねいかにまあ他者とそのバッティングしないように差別化を図っていくのかポジションを形成していくのかっていうのがまあポジショニングアプローチってことになりますね、はいまあ、これは別にどっちが正解とかって話ではなくてね、まあ、どっちも一理あるわけでねどちらもまあ正しい考え方になってきますからねただまあそういうねあの競争優位の源泉っていうのをどこに求めるのかによってね 2つのの考え方っってていうのが大きく分けてあったんだとでこのリソースベーストビューここを代表する、ねまあ、具体的なフレームワークとして VRIO 分析とか VRIO フレームワークっていうのがあるわけですけども、まあ、この VRIO、まあ、過去にもねあのここは問われたことがありますけどもそれぞれ何の頭文字だったのかっていうのが問われてますね。はい まあこれはもう知ってるか知らないかの世界ですけどあのまあここもね正解してほしいところではありますね問いの一番ねもうレジュメとかにも明記されていることではありますんでねで講義内でも割とね時間かけて話をしているところではありますからまあここはなんとか正解してほしいところではありますはい A が希少性 B が組織で C が競争優位って言葉が入りますねで次の問いの2番 まあこれはね経済学部とか小学部の人であればある程度冊子がつきやすいんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどもまあ割と一般常識的な話になってきますよねこの中小企業基本法なんていうねまあ、こんなのそもそも知らない人しかいないと思いますからねもともと知ってたわみたいな人まずいないと思うんですよこの,この日本における中小企業の範囲大分類の業種ごとに何とかまたは従業員数まあこれは 何が入るのかっていうところが結構難しいところではあるかもしれませんが、まあ資本金ですね、基本的にね、資本金。売上ではなくて資本金、または出資総額。まあこのあたりは会社法の学習においてね、あの、なんとなく察しがつくのかなというふうに思いますけど、まあ大企業の定義とかね、まあ会社法でもやってるかと思いますから、まあ中小企業の定義についてもこういった資本金の大きさですね、まあそれに紐づいて、 分類がななななされてていいいくくくんんだっていうことととをねなんとなく察しはつくのかなと思います、まあ、例えば卸売業の中小企業の範囲は資本金が1億円以下または従業員数がこれ何人かまあここちょっと悩ましいですね50か100かっていうところでね結構どっちなんだろうなっていうところで悩んだ方多いんじゃないかなとは思いますまあこれは初見だと本当難しいですねもう完全に2択になっちゃうんでね50か100かのね ただまあ50っていう数値ねまあ切りはいいんですけどまあこの手の話ではね大体100の倍数になるっていうのが通常なんでね大抵の話はねだからまあここは100人以下っていうところでまあなんとなくそのあたりのまあ一般的な感覚といいますかねまあこれが一般的な感覚なのかもうかもよくわからないですけどもまあただ少なくともね事前に知っておくってことが無理なんであのその場である程度考えざるを得ないというところではありますよね また中小企業の比率これについては一般教養レベルの話ですよ、まあ、99%世の中に存在する会社っていうのは中小企業であるっていうところでね、まあ、結構ねあの70%っていうふうに考えた方がね、まあ、いらっしゃったみたいではあるんですけどもここはまあ割といろんなねメディアとかでもね99%が中小企業であるとかそんな話っていうのは取り上げられますんでね。 まあこれもまさしくね大学とかで経済学部とか小学部の人だった人はね大学の講義の中とかでこんな話とかもね出てくる場面があったんじゃないのかなというふうには思いますね。はいまあ、とはいえ別に問いの2番ができないからといってね、あのー、これで本試験の合格ラインに達することができないとかって話ではないのでここについてはまあ事前の学習っていうのはねしてこなかった方がほとんどだと思いますから、まあ、できなくても全く問題はないかなとは思います。で問いの3番 まあこれは差別的出来高急性についてね説明を求めるような問題でまあ説明問題ですねもうこれはレジュメとかテキスト通りのねこの差別的出来高急性についてのまあ定義を答えてあげればよかったというところでまあ何かしらね近い回答っていうのは作ることができるんじゃないのかなとは思います。はい この目標を達成するか否かによってね、まあ、この目割増賃率が設定されるかどうかの違いが生まれてくるっていうねここがまあ重要ですよね。まあ、家業っていうのを達成したものに対しては、まあ、高い賃率っていうのが用意されてるんでもっと生産性を上げて、まあ、どんどん製品を作っていこうっていうねそういうインセンティブが湧いてくると、まあ、そういう仕組みになってるわけですよ。 単純な出高給生の場合ね作れば作るほどどんどん割が悪くなっていくといわゆるレートカッティングっていうね恣意的な陳率の引き下げっていうのはのされてたくさん作れば作る分だけどん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 割が悪くなっていくんで生産性を上げて製品をどんどん作っていこうっていうそういうインセンティブが湧かないっていう問題があったわけですよ、まあ、そこを問題視したテイラーっていうのが差別的出来高給生っていうところをね、まあ、考えたとまあこの辺りはね もう土典型というか、もう経営管理の講義の1回目のところで取り扱うような内容になってきますから、えー、まあ十分ね、回答できた方が多いんじゃないのかなとは思います。まあ模範回答通りに答えられなくてももちろん構わないので、何かしら部分点は拾いたい内容かなとは思います。全くこれ手も足も出ないって方はね、あの、経営管理勉強されてきた方であれば、そんなにいらっしゃらないのかなと思いますんでね、何かしら課するような回答でも結構ですんでね、まあ書けていれば、 まあ十分かなとまあ丸がつく回答っていうのは結構難しいと思うんでねまあ1点2点拾えていればそれだけでも十分かとは思いますはいで次の問いの4番これは絶対正解したい、まあ、経済人モデルっていうのは非公式組織ですね、まあ、経済人モデルと非公式組織っていうねもう本当に土典型の話になりますんで、まあ、ここは正解したいで問いの5番についても正解したいですね マズローの欲求段階説におけるね最も工事の欲求自己実現欲求ですよね。でこの ERG 理論こちらにおける最も工事の欲求、まあ、これは成長欲求ということになりましてまあこのアルダファのね ERG 理論については一応は直前期とかにねあのできれば見といてくださいねみたいなご案内はしたかと思うんですけれどもまあそこまでねちゃんと詰められていたかどうかってところですね。 まあこのあたりは結構差がつくと思います。自己実現欲求っていうのを答えられない受験生はね、もうほぼいらっしゃらないのかなと思うんですけど、まあこの ERG 理論の方までね、手が回ってる受験生っていうのがどこまでいたのかってところでね、結構ここはね、差がつくところだとは思いますね。はい。まあできていれば大きなアドバンテージになるかなというイメージではありますけども、まあこのあたりはね、ちょっと そういうい調査をしてみないとねどれぐらいの出来栄えに皆さんがなっているかっていうのが正確なところはわからないんですけどもまあ問いの録まあこれはもうねできなくても構わないんですけども一応ね試験対策の講義の中では取り扱っているところではあるんですけども、まあ、この職務特性理論と呼ばれるもので、まあ、ここに「自立性」っていうね用語が入ってくると。 ただまあそこまで覚えられている受験生は結構少ないかなとは思います。ここで取り上げているようなね、スキル多様性からフィードバックまでの、まあこういう職務特性次元っていうところをね、5つちゃんと覚えている受験生なんていうのがどこまでいるのかって話になりますからね。まあ本当に、ちょっとこういうね、まああの、本助の批判みたいになって申し訳ないんですけど、 あんまりこういう出し方っていうのはね基準のない科目ではやるべきではないと思うんですけどね正直ねあの。基準がないんでねこういう出し方って別に際限なくいろんなものを出せたりしますからまあ結局たまたま見てたところがヒットしたとかねそういうあの運の要素によってね点数っていうのがぶれ幅が生じるような問題となってしまっているんでまあもちろんねそれを、まあ、運と言わずに実力では実力ではあるんですけれども、まあ、とはいえね まあ試験範囲っていうところが明確にまあ決まってないような世界なんでねあんまり穴埋め問題とかではなくてもっと基本的な部分でえまあ考えて何かね窮をさせるような問題とか、まあ、そういう問題っていうのをメインで出すべきなのかなというふうにね、まあ、例年思うんですけどもまあこればっかりねあの文句言ったところでどうしようもないことではありますんでね。あのー まあ皆さんがね、合格された後に、そういったまた試験のね、先生方ともし会う機会なんかがあればね、またお伝えしてもらうといいのかなとは思うんですが、大体まあ、その頃になると、もはやね、あの、試験のことなんていうのはね、どうでもよくなっているのかなと思いますんで、まあ、なかなかね、あの、問題作成者に伝わらないところではあるのかなとは思うんですけども。まあ、とはいえね、まあ、今こういう現状は試験の形式になっているんで、まあ、それに合わせざるを得ないわけですけども。 まあここののの部分は自律性で,でこの計算の部分ですねまあここはもうねあのできなくても構わないのかなと。ただ一応ねここの規則性っていうのを読み解くことはできなくはないのでまあ上の文章もヒントになってねまあこの MPS と呼ばれるものがどのように計算されているのかっていうこの規則性をね時間の中で考えてえまあ導き出すことがね数学得意な方とかであればできるのかなというふうには思います。 そこまでまあ上の文章をヒントにしながらどう計算したものなのかっていうところをね当たりをつけてみるいろいろ試行錯誤しながらね足し算したり掛け算したり、まあ、考えてみてやっていく中でね一定の規則性っていうのを見出して正解できた方もいるんじゃないのかなとは思いますまあとはいえ全然できなくても構わないので、まあ、問いの6番は埋没だと思ってくださいはいよろしいでしょうか でまあ、今ね、割とこれは取ってくださいとかね、あのー、高めの要求水準で申し上げていることであるんですが、まあ、冒頭で申し上げました通りね、これ、私がこれは取ってほしいって言ったことをね、全部正解できていれば、まあ、それはかなりね、高い点数になってくるのかなとは思いますんでね、ただ、一個一個の問題の難易度がどうしてもそこまで高くないものについてね、これ取ってほしいっていうふうなご案内をしている関係でね、あの全部トータルでね、正解するっていうのは難しいとは思うんですけれども、一つ一つはそんなに難しくはないっていうところでね、 まあこのような評価にはなってしまうんですが、まあ、少しね割り引いて考えてもらってもいいのかなと思います、はい、よろしいでしょうか以上がこちら第1問についてのまあ好評になりますねで次第2問ですねまあ計算になりますけどもまあ問題1がまあちょっと変わり種ですねこちらがねまあ最近の試験ではちょっと珍しいと言いますかね計算が一切問われていないっていうねもう問いの一番から 問いの5番までもう知識問題になっているんで、まあ、純粋に知ってるかどうかっていうところが問われているとでこの問いの1番ですねこちらここはねあの正解しなければいけないですね、まあ、トレードフ理論なんでねもう勉強してない方はいらっしゃらないかと思いますから、まあ、このトレードフ理論においては負債の利用度が高めれば高まるほど節税効果によって企業価値が上昇する。 その効果が生じる一方で期待、まあ、倒産コストっていうのが増加することに伴って企業価値が減少するというところでね、まあ、この「O が正解ということになりますね。はい、で問いの2番がちょっと難しいのかなと思いますけど、まあ、この負債比率が低くなるほど深刻になる問題があるってことでこの「A とか「う」とかっていうのはね まあこういう中でも取り扱ってる通おり、まあ、デッドオーバーハングと資産代替っていうのはこれは負債の比率が高くなればね深刻、まあ、化する問題ということになると負債の比率が高ければ高いほど、まあ、こういう問題っていうのが大きくなってくると、まあ、経営者っていうのが株主の立場っていうのを尊重する結果として債権、まあ、者のそういった利害を損なうような行動を起こしてしまうことがある、まあ、それは負債の利用度が大きければ大きいほどその影響っていうのはでかくなりますからね 意のフリーキャッシュロー問題についてはね、経営者が自由に使えるお金っていうところがね、多くなっていけば多くなっていくほど、まあ、そういった、えー、利害を損なうようなね、モラルハザード行動っていうのを経営者が起こしてしまう可能性があるんでね、まあ、その点、負債比率が高ければね、まあ、このフリーキャッシュロー問題のようなね、まあ、このような問題っていうところをまあ緩和することができる。 まあ経営者が自由に使えるお金っていうところを減らすことができますんでね。E、が正解というところになりますね。まあ、ただこれ難しいです、はい、で問いの3番もまあここまでね細かくあの理解をしていた方は少ないんじゃないのかなと思うんですけどペ、まあ、ッキングオーダー理論でね まあ資金調達の優先順位として、まずはまあ内部資金っていうところを優先し、次に外部資金ってことになるわけですけども、この外部資金で資金調達を行う方法として、負債による資金調達が優先され、次に株式なんだとかっていう話をねしてるかと思いますけれども、そこの,ねあの具体的な資金調達の手段についてね細かく見ていこうというのが、ここの問いの3番になりまして、 まあ銀行借り入れ公募社債公募増資第三者割当増資この4つをね比較したときに最も優先順位が高いのはまず銀行借り入れですこれが1番で次に公募社債ですねはいまあどちらもね、まあ、デッドファイナンスってことになるわけですけども借り入れか社債の発行かどっちがいいかっていうと、まあ、借り入れによるね資金調達の方が、まあ、このピッキングオーダー理論においては優先されると考えていきます なんでかっていうとこういった公募者債っていうのはねあの資金調達に関連する当事者っていうのが非常に多くなってきますからね銀行からの借り入れだったらねあのこれ1対1のねやり取りになってくるわけですけども、まあ、この資金調達を行う際の関係者っていうのが増える形になりますんでね、まあ、情報の非対称性の影響っていうのがより大きなものになってくるわけですよ。 で同様の理由でねこの第三者割当増資と公募増資だったら第三者割当増資が優先され最後に公募増資っていう、まあ、こういう優先順位になってきますだから問いの3番はこれは市が正解ということになりますね市が正解2番が公募者債3番が第三者割当増資ってことになります、はいまあ、そういったね関係者が多くなるかどうかっていうところをね判断の基準にしてもらいたかったと。 まあ関係者が少ないね資金調達の方がより優うに、まあ、ペッキングオーダー理論というのはもともとそういった情報の非対称性が生じている状況下におけるね資金調達の優先順位について言及をしたものになりますので、ねまあ、そこをヒントにしながらどちらの方法がねより優先されるのかというところを判断してもらいたかったと。 取引の相手がね不特定多数になると、まあ、情報の非対称性っていうのがより顕在化することになるんだと。はい、で次の問いの4番まあこれはねあの典型的な話になりますから正解できますねすでに上場している企業が公募増資を発表すると、まあ、株価はどうなるのかっていうのが問われているわけですけども、まあ、この上場している企業が公募増資を発表すると今現在の株価が割高であるっていうふうに、まあ、その 市場参加者といううのは感じてしまうと、まあ、企業っていうのは今ね市場で形成されている株価が少し適正値よりも高いからこそ株式を発行して資金調達をしようとしてるんじゃないかっていうふうに市場参加者は感じてしまうとでそれをね感じた市場参加者っていうところは、まあ、企業が発表した株価においてはねこの公募増資っていうのを引き受けないというようなそういった判断をすることになりますんで結果的に株価っていうのは下落することになりますよと。はい 株価は下落する。で、4番は過大評価ですね。だから胃が正解ということになります。よろしいでしょうか？まあ、ここはもう典型度が高い話なんでね。ペッキングオーダー理論の内容をちゃんと理解していれば、問いの4番については正解できる内容となっていますね。で、次の問いの5番。まあ、これはね。経営管理の。 講義の中でね試験対策で問いの5番についてはね言及をしてるんですけども、まあ、この丸の5番ですね、まあ、アンダープライシングっていうね言葉が入りますけどもまあこれはできなくてもしょうがないかなと思います、はい、できた方はねすごい大きなアドバンテージになると思いますで問いの5の2についてもね、まあ、このマルチプルをね次の「あ」から「そう」の中から2つ選びなさいっていうところで まあこれもなかなかあの両方正解するのは厳しいかなと思いますこのパーはね少なくとも答えられるのかなと思うんですけどパーね PSR っていうのはこれはまあ事前に知らない受験生がほとんどなのかなと思いますプライス・トゥ・セールス・レーシオの略になりますけどもまあこれはねなかなか厳しい内容かなとは思いますね まあ株価を一株当たりの売上高で割り算したものになるわけですけども、まあ、PSR っていうところをね、まあ、回答していくっていうのは、まあ、できなくてもしょうがないかなと思います、はいまあ、片方合っていれば十分かと思いますね、はい、よろしいでしょうかで次の第一問問題になりますけどまあこれはねできてほしい内容です問いの一番はできれば完答したいところかなと思いますね まあ十分正解できる内容だと思います。あの特に何が難しいことを問われているかっていうとそういうわけでもありませんので、まあ、この第,第2問の問題2の問いの一番ですねこれ3箇所回答求められてますけど、まあ、この3つはどれも正解してほしいところかなとは思います。はいまあ、十分正解できる内容だと思いますね。もう具体的な計算についてはねあの各自でこちらの まあ解説の方をご覧になってもらうといいのかなと思いますけどもうどれも一個一個の計算が難しくありませんのでまあこういったで大体ね解答の解説の行数として2行とか3行とかそんなレベルで済むような話になりますからまあここはしっかり正解したいところではありますね。で結構差がつくんじゃないのかなと思うのはこの問いの2番ですね問いの二番。問いの 2, の2の2の1っていうのは割と差がつきやすいんじゃないかなと思います。 まあこれがね、あのー、結構見た目的にね、難しそうに感じるというかね、まあ問いの2番っていうところでね、ちょっと構えてしまう方も多いんじゃないのかなと思うんですけど、これ問いの1番だったらね、そんなになんてことない問題ではあるんですけど、まあなかなか2番に配置されるとね、結構怖いなっていうところでね、まあ正解するのは割と難しいのかなと思いますけど。ただとはいえね、問いの2の2は簡単なんでね、この2の2はできなきゃいけないですね、ここは。 普通に内部金融モデルに関する話なんでね、あのー、基本的な内容が分かっていれば、まあ、この穴埋めとして何をね、記入していかなければいけないのかっていうのは判断つくかと思いますんで、まあ、これは正解したいところではあります。まあ2、2の1ができたかどうかでちょっと差のつく内容になってるかなと思います。まあ、一応2の1についても、まあ、解説はこういった形でかなり短く、まあ、簡素化されてるんですけど、 まあ一個一個の計算はねこれも簡単ではあるんですけどもまあうまくねこの問題文っていうところを汲み取って計算に落とし込んでいく必要性がありますんでまあそんなに初見で回答するのはそこまで簡単ではないのかなとは思いますはいまた計算結果も割り切れないんでね最後ね株主価値も割り切れないっていうところでまあ合ってるかどうかっていうのもちょっと不安になるでしょうし サステナブル成長率も6%っていうね、ちょっと高い数値になってるんで、これ本当に合ってるのかなっていうふうにあの、結構疑問に感じながらね、回答することになるのかなとは思いますんで、まあ、できなくてもしょうがないところかなとは思います。はい。よろしいでしょうか。で、次、問題3ですね。まあ、問いの一番が、 まあ、債権投資に関するお話ということで、まあ、このの問いの一番は全部正解できますねここは正解したいところ、まあ、1の1はちょっとねパワーボンドって言葉が、まあ、入りづらいと言いますかねパワー債権っていう言葉はね事前に別に学習していると思うんですけどもパワーボンドって言われるとこれ単に債権を別に,英語,に表英,語英語表記にしてるだけなんですけどなんかパワーボンドって聞くとあんまりその聞き慣れない言葉に感じますからね。 1の 1, 1は結構入れづらいところはあるのかなとは思いますけどもまあとはいえなんとかね入れてほしかったかなってところではありますね。で問いの1の2の債券の価格の計算とか1の3のドュレーションの計算とかっていうのはこれ何も難しいことは問われてませんからまあこういうねまあ計算をやっていただければ正解にたどり着くことができます。で1の4についてもイミニゼーション戦略なんでねまあこれも簡単ですね。 ポートフォリオのドュレーションっていうのはそのポートフォリオに組み込んでいく債券のドュレーションの投資比率に基づいた過重平均値で求めることができるわけですからまあ、1の4は正解しなければいけないところかなと思います。まあ、とはいえこれはね1の3ができていないとね1の4も間違えることになりますんでド、まあ、ュレーションの計算ができていないとそもそもね対応できないしでドュレーションの計算っていうのも問いの1の2がねできていないと回答することができない内容となっていますんでね。 まあこの辺りはね結構連鎖的にミスが生じる内容となっていますから債券、まあ、2のそもそも現在の価格っていうのが計算できないことにはですね1の3および1の4っていうのも正解できないというところで、まあ、ここはもう基本ワンセットになってくるかなと思いますはいだから割と明暗分かれる可能性はありますねただまあちょっと厳しいことを言うとこの辺の取りこぼしっていうのが あの計画でなかなかのかねまある程度経営学がね安定している方とかっていうのはまあ計画が安定している方は相対的に少ないとは思うんですけどもあとはいえ計算部分はねある程度あの安定化させることっていうのはできるんでね安定的に得点できている方っていうのはこういう簡単なものの取りこぼしはまずないかなっていうところなんでね、まあ、ここの 1>, 1。問いの1番についてはね、しっかりと得点しないと、なかなか厳しい結果になってしまうのかなと思います。はい。でも問いの2番はできなくても構わないです。これはまあ統計の知識が必要なんでね。まあ、バリューアットリスクなんていうね。まあ、言葉が出てきていますけども、まあ、これ許容しうる予想の最大損失額のことを指しています。ま max、あ、でこれぐらいの損失を被るなっていうことを理解した上でね。まあ、リスクマネジメントやっていきましょう。っていう話になるわけですけども。 まあ最悪の状態を想定するという話ですよね。問いの2の1はもしかしたらできた方もいるのかもしれませんけどもこのポートフォリオの損失分布ですねでこれ横軸に損失額損失額の最大値と最小値の差はいくらになるのかっていうのが問われているわけですけども、まあ、これマイナス30っていうところが損失の最大値で、まあ、利益は70ってことになりますからでこの利益っていうのはマイナスの損失って考えることができるんでね まあ、損失の面から見ると利益はマイナス70ってことになり損失は30ってことになりますからこのマイナス70と30のここのレンジを答えればよかっただけなんですねだからまあだから割と適当にまあなんか当てずっぽうで書いた方がね意外と正解している可能性っていうのはなきにしもあらずなのかなと思います。 で2の2はもうしょうがない、できないところですね。これ、信頼水準90%における1年後のバーの値を答えなさいというところでね。これ、信頼水準が90%、これ、信頼水準っていうのは一定の確率における、ね、その範囲内のことを指している言葉になりまして、まあ、その信頼水準においてどの程度の損失が生じるかを、ね、計算するっていうところが、まあ、本今回問われているわけですけど、 つまりシーライン水準が90%っていうことは1年後に生じる損失がこの先ほど計算したこのバー以下になる確率が90%であることを意味すると。まあ、先ほど計算したっていうよりはねこの最大の損失額まあ以下になる確率が90%であると、まあ、そう言ってるわけですよ。 で今回、ポートフォリオの損失分布っていうのが一応分布なんで、まあ、この上側の確率っていうのが10%となる損失は最大値で30100万円から、まあ、この10%を減算して計算することができると。まあ、この損失の最大値は30なんでね、30。で、信頼水準90%っていうところで、 まあこの10分です、ね、100%から90%を引いた10%分の区間幅っていうところを減算して計算することができると、まあ、すなわちこれ何て言うんですかねこの区間が100というかねこの間が100なんでこの10%っていうのは10ってことになりますんで、まあ、この30から10を引いた20っていうところが、まあ、これが90%の信頼水準における1年後のバーの値ということになります。はい この区間っていうところが100というふうにね金額ベースだと表現することができて90%の信頼水準っていうことはこの10%分っていうところはねこれはあのこの範囲から除外しようということになりますんで100に10%を乗した10っていうところをねまあ除外してこの30から10を引いた20っていうところが正解ということになるんです。まあ、非常に 何が問われているのかっていうのが分かりづらい問題だと思うんですけども、まあ、そもそも信頼水準とかっていう言葉がね、まあ、何を意味しているのかっていうのが、まあ、初見だと対応することができないのかなと思いますんでね、まあ、90%のね、まあ、確率で、まあ、基本的にはねこの範囲内に収まりますよっていうそういう数値になってくるわけですけども。 まあ10%の確率ではね、この範囲から逸脱するってことになりますと。はい、だから、上10%部分っていうところをまあ切り取るというような形で、信頼水準における、ね、1年後のバーを計算するっていう問題になってると。1年後の最大の損失額っていうのを計算する。まあ、本当に初見だとできる必要性全くありませんので、あのこの問題に関して言うと、もうスルーでも OK ですね。で、最後の問題4ですね。こちら。 まあ、期待効用に関する関数っていうところが示されていてまあかなり問題としてはシンプルな内容になってるんですけど問番まあ問いの1番をどこまで正解できるのかってところではありますけどまあ少なくともねあの問いの1番の二丸三なんかはねこれはまあ十分正解できる内容となっているんでね二三は絶対答えなきゃいけないかなとは思います。 1>, まあ1番についてはね、まあ、できるできないっていうのは結構差がつくのかなとは思うんですけども、まあ、この問題文をよく読んでね、あのー、回答していただければ、まあ、初見でも十分正解し得る内容ななのかなと思います、まあ、一応こちら解説もね示しておきますのでまた各自で見といてもらえればいいのかなと思いますけど丸三、まあ、っていうところはまあ最低限。 正解したいところだ丸4番なんかも一応ね計算するためのこういったね、あのー、式が示されているところではありますからね当てはめ計算すれば終わりだったんですけれどもなかなかそこに気づけるかどうかっていうところで個人差が出るところかなとは思いますから。 まあ四番五番っていうのはね、まあこれ間違えてもしょうがないかなとは思います。まあ特に五についてはもうできる必要性はないかなと思います。もうもはやこのあたりはね、あのファイナンスの知識をぬんっていうよりは、まあ数学的な話になってくるのかなとは思いますんでね、まあ中学数学のレベルではありますけれども、まあなかなかねこういうような形式の問題自体ね解き慣れていないかと思いますから、まあ初見での対応は難しいかなと思います。 で問いの2番についてもねちょっとこの問題株式 A と市場ポートフォリオとのね共分散っていうのを求める必要性があるわけですけどもまあそれが結構難しいと言いますかねこういう変形過程をたどってね計算できるっていう内容になってるわけですけどもまあこれ自体できなくても全然いいかなと思います初見ではまず回答困難かなと思いますんでねできた方はかなりすごいですねはいでただ問いの3番はね あのこれは問題文は難しく思いますけども実は問われていることはそんなに難しくはありませんので、まあ、問いの3番なんかは、まあ、十分正解できる内容だったのかなというふうには思います。はいまあ、とはいえ問題4はかなり難しい今回の本試験の問題の中だと最も難易度が高いものなんでまあ本当に2箇所か3箇所正解できていればもう十分なのかなとは思います。はい、よろしいでしょうか もう簡単ではありますけど、まあ、以上が今回の本試験の公表と解説ということになりまして、まあ経営学ですね。 なかなか、ね、あの苦労されている受験生の方々、ね、多いのかなと思いますけどやはりそのまあ理由としてはね最ももの他の科目と比較して違うところとして基準がない科目になってくるので、まあ、管理会見の分野とかも基準はないんですけどもとはいえある程度、ね、過去のそういった試験における蓄積っていうのがあってあのこういう問題を出そうっていう、ね、ある程度のそういう、ね、フォーマットみたいなものっていうのは、まあ、内容であったりはするんですよ。 まあもちろんね、全然蓋開けてみたら見たこともないような問題っていうのはあるんですけども、ただまあ試験の先生方も当然人間なんでね、どこかしら過去に見たものとかに引っ張られてね、問題作るってことはあるかと思いますんでね。まあ何かね、ちょっとこの部分が似てるなとかって思う部分はあるのかなと思うんですけど、経営学っていうのはそれがあんまりないんですよね。まあ本当にその時々のね、 あの試験員の先生方の、まあ、好みっていうのが反映されるようなところなんでその形式すらもね予想することが困難で特に今回の第,第2問の問題地みたいなねあの普段は具体的な数字が問われるのにね、まあ、そういった計算の背景にある理論の部分っていうところがねちゃんと理解できているかどうかを問うような内容になっていて。 まあこの辺の出題予想みたいなことをするっていうのが現実的に難しい科目になってくるのかなと思いますんでそこがまあ受験生の皆さんにとってはね結構嫌なところと言いますかね対策のやりづらさを感じているところなのかなとは思います。まあ、とはいえ結局ねあの合否を分けるのはあの基本的なことが分かっているかどうかっていうそこにつきますんでね、まあ、さっきの債券のね あの、現在科学であったりだとか、デュレーションとか、イミュニゼーション戦略。まあ、この辺なんていうのはね、もう事前の学習で何とでもできるところでね。まあ、ここの取りこぼしなんかが起きているようだと、やはりその安定して合格ラインに乗せてくるっていうのは厳しくはなってくるのかなと思いますんで、まあ、もしね、この動画をご覧になられていて、まあ、その次年度のね、そういった対策とかに活かしていこうかなとかっていうふうにお考えの方はですね、今一度やはりね、あの、経営学の基本となる部分、 あのもう講義で本当に取り扱うような説明レベルの問題その辺の取りこぼしがあの現時点で起きていないかどうか何か講義で取り扱っている分野の、ね、内容で理解が弱いところがないのかどうかそこをしっかりと、ね、あの見直すっていうフィードバックをやっていただいて、まあ、今後のそういった計算対策に生かしていただくとよろしいのかなと思います。はい 理論は結局ね、もう覚えたもん勝ちって感じになりますんで、まあ、あんまり理解云々っていうところが関係しない世界になってきますから、もちろんある程度ね、あの内容的には分からないと覚えることもできないと思いますから、あのそういった暗記のための理解は当然重要ではあるんですけど、まあ、今回の本試験でもそうですけど、何か理解していないと解けない問題が出てるかっていうと、そういうわけじゃないんでね、あの別に理解していなくても、別に覚えていれば解ける問題になっていますから、 だから、まあ、経営管理の、ね、分野に関して言うと、まあ、正直そこまでねあのー、もう心配されなくても普通にまた次年度に向けた対策を取っていこうというふうにお考えの方なんかはあの試験対策のまた講義なんかをやっていきますんでね、まあ、そこで新しい情報なんていうところをキャッチアップしていただいてまた次年度のために養護対策っていうのを進めていただければそれでいいのかなと思いますんでね。 まあそこは、ね、もうそんなに心配されなくてもいいところなのかなとは思います。どちらかというとやはりね、その計算の、まあ、出来不出来っていうところが受験生間で一番差がつくところなのかなと思いますんでね、まあ、そこの部分で何かね、自分の中でちょっと腑に落ちていないところ、まあ、理解が曖昧な部分がないかどうかっていうのをね、よく見直す、まあ、それはねあの、ぜひ時間のあるうちにやっていただければなとは思います。はいまあ、それではね、まあ、これで経学の公表と解説は以上となりますので、えー、皆さんお疲れ様でした。